い、どうもピューキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、スワンプズトロールプランということで、ドッスンたちの騙し計画ということでしょうか。いや、待ってた、めっちゃ待ってた。ドッスンが主流のトロールコースって僕めっちゃ好きなんですよ。そしてこういうのって意外と少ないからさ、めっちゃ待ち遠しかったね。投稿日2019年11月ですけど約2年半前だね。2年半もの間僕はこのコースを見逃していたのか。いいな、今日この日このコースをやるために僕は、ちょっと画面がちょっと仕切り直していい？今日この日このコースをやるために、今までこのコースを見つけれなかった理由が何かあると思います？あるわけねえだろそんなのそれじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.86% だったね。絶対開幕ドッスン来るよ。あ、来ない感じだね。開幕石親父いや、まさか上からじゃなくて下からだったね。そしてここは2分の1か、下が正解だと思う。なんで僕はいつも外すから上に行きたいと思います。こっちが正解でしょ。いやー、それじゃあ皆さん、しっかりと僕2分の1を外すことができたんで、高評価をしてもらっていいっすかうわ、このパックなんかしてくるよ。一旦ジャンプして乗り越える。そして、いや、なるほどね、このパックンより早く行けと、そういうことなんだね。キまさか走っていけんかったね。絶対走ったら通り抜けれると思ったんですけど、ここはオンオフをしていいのか、するしかないな。オンオフ、今回のトロールコースシンプルでいいね。あまりトロールコースに詳しくない方もですね、分かりやすいと思います。それじゃあこの先パウを叩いていいのか。パウ神回言いすぎでしょ、あのドッスン。それじゃあここはドッスンが反応する前にパウを叩けっていうことだね。どけおれもう立てつくんじゃねえぞこっちに。もう次立てついたらパウ様に頼むからな。どうせここ最後なんか違うんだろうな。このまま右に走るのが正解なんだろうな。でも一旦落としてみようか。はっやっぱりそうなると思ってた。でもこんくらいぐらい僕避けれるよ。見ててちゃんと避けるからよしよしよしさあ進みましょう。で、こっからオンして左なんか出てきそうじゃない？ここ、うわ、なんも出てこないか。てっきりアイテムかなんか出てくると思ったんですけど、なんもなかったね。それじゃあ進んでいきましょう。ここはタイミングよく行けってか。仕事をせんかまったく、いつまでもサボってんじゃないよドッスン。今日のコースの主役はあなたですよ。そんなんだからいつも花とか魚に主役の座を奪われるんだよ。やればできるやんそれじゃあここは赤行って次に青に行けっていう感じでしょう。そして次どっちだろうね。上のドッスンやられたからさ、青でいいんじゃない。きたははは、冴えてる石親父が。僕がカツ入れたからかな、急にドッスンたちが焦り始めてるんだよね。主役の座を奪われないか焦ってるんだよ。このコースの花とか魚に負けないかなみたいな。今さら遅いんだよ。本気出したところでここ左怪しくない？いや、右の方が怪しいね。絶対このブロック開くよ。主役の座はもう遅いって言ってんだろやばいね、ドッスンたちが怒り散らしてる。ちょっと斜めないとマジでやられそう。おいでドッスン、おいで。よし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 バカめ、閉じこまりやがって。そこで一緒に閉じこもってろ。同じ石でも石原さとみさんとは大違いだぜ。ここはパンをしてすぐ右それじゃあここは四角の枠の中にツタか隠しブロックがあるっていうことでしょう。隠しブロックか。じゃあこのままどんどん上に行きましょう。今の魚はもう無視していいね。で、ここでボム兵でブロックを壊してブラパを倒せっていう感じか。それじゃあ倒して、ゆっくり行ってみる。絶対ね、ドッスンが来ると思うんだよな。大丈夫よしよしよし。で、この状態で右の、あ、やっぱこっちに行けるっていう感じだね。ここ落ちないか、大丈夫か。はじゃそれじゃあこの先はもう右ダッシュして土管に入ろう。もう上を気にした僕がバカだったね。ここは何もしない。ナイス、もう一回何もしない、それでいいでしょ。よし、うますぎ。上すげえ気になるけど、後でやられたら行ってみようか。先に中間ポイントが来るのかどうなんだ。一旦下に降りてみます。え、熱いんじゃないの？このツタはこのまま上にはいけないか。結局このドアに入るしかないね。それじゃあこっからジャンプしていいのかな。でもう一回上に行く。絶対それでいいと思うよ。そして、え、
右行ってみよっか。足場が急に切れる。この下足場ないで見えるよ僕。で次はここでオンオフをして、この下足場ないからね、気をつけていこう。そしてどっち、ここは左でいいのかな。どうやってやられればいいんだよこれは。なあこれも積んだんじゃないの、どうにかさしてよ。ここで最初からとかそんなの。山発見しました。そんで気になるところがさ、この上だよね。ちょっと上行ってみていい。そしたらなんか身体機っぽいね。一旦このスネークブロック動かしてみよっか。そんでこの雲の上に行ったらなんかあるんだろうね。もうなんとなく想像できた。多分スネークブロックがさ、このブラパンを押すところまで来るんじゃないかな。それまで見て待っておけみたいな感じでしょう。ということで飛ばしたいと思います。と思ったけど、あのブラパン飾りかもしんないね。最後は別の何かがやってくるみたいだ。そういうのに期待しよう。さあ本当にブラパンを押し出すだけなのか。どうなんだスネークブロック。返してくれよ、何かあるって思ったこの時間をよ。それじゃあここはオンオフをして、左の方に行かないでこのドアに戻れっていう感じでしょう。そしたら右下に土管があった。さっきと違うやんか。左に行けっていう感じだったね。こっちに土管があるのか。それはずるいよ、絶対引っかかる。この先中間ポイント通過、それともゴールなのか。邪魔せんな口裂け植物。それじゃあここは左を叩いたらダメっていうことだったね。右側だけ叩いて土管に入っていきます。さあ中間ポイントにくれるのか。どうなんだ、これはくれるしかないね。あぶねえ、よかった取れました。さあここはピースイチ、あ振ったら。やっぱそうなると思ってた。右の土管に入るみたいな、入れないよね。じゃ一旦ここで振ってみようか。そしたらなんか変わるみたいな。なるほどね、この土管に入っていけっていう感じか。それじゃあここは絶対に隠しブロックあるよ、みんな見てて。何あいつ。まあまあ食べた僕がバカだったね。なんで真ん中で叩いてみるで、どっちかの隠しブロックが出ると思います。なんでなんもないの。右に土下座を振ってきたからさ、左に追ってみる。そしたらブラッパーやられるみたいな。いい加減にせんか。上等じゃねえか、何度でも避けてやれてたトゲゾウを。ここは一旦左行くでしょう。そして右、次はどっちだ。はっ、カチャーできた。ナイス、避けれんやったけど。ここはクリボー何のようだ。クリボーなんてザクはほっといて先に行きましょう。ダメってやりやり、どいてよ。いつもくるくる回ってさ、楽しいか。どうだ、痛いだろ、箱漏れ起こしてるんじゃないか。でもな、僕の方がいつももっと痛いんだぞ。はい、それじゃあここはもう分かりました。ここにブロックがあるから、それを壊しておいて、そんでクリボーに当たって無敵時間を利用して先に行くと、そういうことだね。いやここさ、ゴールっぽくない？絶対下にゴールあると思うんだよね。ほら見えるもん、なんかチラチラしてる、あのブロックの後ろ。多分ね、これがゴールだと思いました。じゃあ行きましょう。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオベリーピンということで、説明文にですね、特殊配置違和感わかりますかって書いてるんだよね。ちょっと何言ってるかわかんないですね。まあサムネを見る感じでスタートした瞬間に下に落ちるしかないんだけど、その落ちた先に特殊な配置をされた何かがあると思うんですよね。それが一体何なのか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.97%。 いや僕コースとかさ全然作んないから、違和感っていうのにね気づけないかもしれないんですよ。ただそれでもクリアしていくのがこの私、ミオキングでありまする。それじゃあ行ってくるでござる。え、これジャンプして終わりでしょ。え、ブロックに乗ったら終わりじゃないの。はえ、なんかブロックに当たった瞬間やられたんだけど。どういうこと。え、ちょっともう一回触ってみていい。え、ブロック触れないみたいな。いや相当意味わかんないこれ。何かがおかしいこのコース。今壁を伝うようにねジャンプしてるんだけど、それだったらねやられることはないんだよね。でもちょっと右行くとさ、ほらやられるんだよね。あ、
わかった、このブロックの裏にね、針が隠されてるっぽいよ。ちょっと一旦やられてみるね。そしたら見やすくなるから。ちょっと白いのが出てるじゃん、あれが針なんだよきっと。なんでここはさ、ブロックの右側からパス乗りしていけっていう感じなんじゃないかな。なるほどね、違和感な配置ってそういうことだったのね。ただ本当に右からパス乗りできんのか、ギリギリを攻めてみよっか。これ本当にタス乗りが攻略法なんかな。一旦左から行ってみていい？左だったらいけるみたいな。やっぱ無理だね、左はブロックに当たる前にもうやられちゃうから右からしかないと思うんだよね。なんで右ギリギリで攻めてみる。これで乗れないかな、このコースむずすぎんか。何よこのコース、ブロックに乗らなきゃいけないのにブロックに触れないなんて、飛んだ鬼畜コースを引いてしまったぜ。なあマリオ、お前もそう思うだろう。このコース通報しよう、任天堂さんに通報しよう。ただ右の方はなんとなくタス乗りできそうなんだよね。左と違って右の方がね、ブロックに近いような気がするんだよね。だがしかしこれを2回成功させろってか。下が成功しても上の段があるもんな。来た、こっからだよね。頼む、マリ上の段もシャカシャンで行こうか。上ブロックあるもんね。ブロックに着いた瞬間すぐジャンプしていい。ジャンプジャンプ、これほんとむずっけ。だが皆さん、僕にはとっておきの技があるんですよ。それはですね、スターを取るということですね。てて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 、いや違うんだって。トロロテッテテ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 、はいはい、悔しい、あそこに行くまでにどんだけ苦労すると思ってんのよ。まあまあ皆さん、僕騒がしくやってますけど、こんなのね、黙れば一瞬だよ、一瞬でクリアできるよ。集中していいって言うんだったらさ、久しぶりだぜこんなに繊細な一発マリオは。だけどな、同じ画面だったらみんな見飽きてしまう。なんでこのテイクできっちりクリアしてみせたいと思います。はいはい、いや、ほんとよかった、これ本当に難しかった。何よブロックの裏に針が隠されてるとかさ、そんなの僕には考えつくこともできません。素晴らしいアイデアのコース、そしてご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。